イエーイ。いや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 、あ、どうもどうも、どうもどうも、お世話になっております、本当に。はい、ありがとうございます。なんとですね、なんと今宵はですね、はい、100回記念。やった、100回ですよ。すごい。100回続いてるアニラジが何本ございましょうか。確かに、ね、本当にないんじゃない、なかなか100回続く配信番組がね、はい、この世の中に何個あることかですよ、はい、さっきねアーカイブで第1回目見てましたけど、もうなんか俺お猿のモン吉みたいじゃない、なんか今なんか髪の毛、髪の毛ツンツン、2人とも一緒一緒みたいになってくる、ツンツンみたいな。ちょ、1回目の俺やばいマジで、うん、キモすぎたわ、じゃあいつパッと見たね、はい、瞬間ね、はい、どうしたとか言ってモン吉ヘアで、ね、やばかったっすね、あれ。うわ、歴史あるな、あっという間でしたね、厄介。ダンボールの上にね、そうですよ、パソコン1台置いて、本当に MacBook 置いて、そうで、こうやってピッてこう、はい、開けた瞬間の画面が、はい、はうってた、そうあ、なんかすいません、もう機材トラブルの日々あの頃に比べてだいぶだいぶグレード上がったんじゃないですか、はい、本当に設備とスタッフがね、はい、整えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当皆さんのおかげですよね、はい、聞いてもらえる人がいなくてさ、100回続けてたらさ、修行ですね。独り言を100回言ってる、毎週言ってるみたいな感じでしょ。俺とマイボスが本当になんか闇に向かってただなんか打ち合わせの様子をなんか垂れ流してるだけみたいな感じ、はしゃぎ続けてるみたいなね、だテクミンの皆さんあっての100回ですからね、ありがとうございますと。よろしくお願いいたします。今日も始めていきましょうか。ぜひともやりましょう。はい、ということで、どうもテクマンはテクノロイドプロデューサーの田中です。どうもテクマンはテクノロイド DMA 企業役の塩口良平でございます。はい、公式サポーターズクラブテクラブと P ちゃんとはお願いします。はい、この番組はテクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていきたい公式サポーターズクラブテクラブ内限定の配信番組でございまして、 P ちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいなと思っております。ここだけのお話が満載でございますので、 SNS などでの他言拡散の方は公式が GO を出すのでご容赦ください。よろしくお願いいたします。はい、ということで改めまして100回おめでとうございます。よし、よっしゃ何回もね、はい、祝っていきましょう。もう一回言いますよ、 何度でもね祝いしていきましょうよ、はい、こんなね大事なことですからね。はい、まあ100回目ということで、うん、やっぱり何やるかと考えたら、はい、まあなんか先週はだいぶ大人数で盛り上がっちゃってハッスルしちゃって、どうでしたか。いやもうだから入ってました、入ってゾーンに、完全ゾーン入ってました、ゾーンに入ってました、完全に。いやいい、はい、なんか お祭りって感じがね、はいはい、俺も歌ってましたもんだお祭りというか、はい、カオスというか、はいはい、まあ、そういう感じだったと思うんですけども、はい、まあ、ここがね100回目ということで、まあ安定のね、はい、バックトゥーベーシック、そうですよ、はい、僕らから始まったんですから。そうなんですよ、ね、第1回からやらせていただいている田中塩口とテクミの皆さんとでお祝いをしていきたいというふうに思いまして、行きましょう、ね、で今回はねたくさん そのテクミさんの声をちょっと聞きたいなと思いまして、今日ねちょっとズーム交流会スペシャル、うん、あ、いっぱいできるんだということで、はい、普段ねこう2名様ぐらい の、はい、会話で終わっちゃうんですけども、はい、分かった、今回は、はい、100回だから100人終わんない朝になるそっかお肌が悪くなる、あ、やめましょう、それなんかもうギリギリだからそんなの、ね、そうそうそう、2名のところが、はい、4名のね、わお、はい、皆さんとありがたい大ボリュームでねたたえ合おうじゃないかと、嬉しい、いうような100回らしい、やりましょうよ、シンプルな企画になっておりますので、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあテクラバっていう、ね、一応2022年の2月に発足しているので、うん、まあ、ちょうど丸2年なんですよね。わお、2月の1日発足なので丸2年、もう2年も毎週僕は一緒にいるんですよ毎週、はい、毎週いるんですよ。もう結構しっかりめのカップルですね。そうで、毎週1回ほとんど会ってて2年間ですよ、うんうん、これ将来のことも見据えていかないと、やっぱり本当ですよねちょっとステップアップした関係に、はい、なってくるわけですね、はい、まあ、ちょっと改めてね、はい、こう感謝の気持ちというか、うん、でここまでやってこれたのも、まあ、はい、
アニメもありました、ゲームもありました、はいね、アニメが伸びるなんてこともありました、うんうん、そうです本当にクラファンなんかもありました、うんうんね、手首もいろいろやりましたとか、はい、いろいろやっていく中で、うんまあ、かなりこう皆さんから、ね、アイディアをもらったりとか、はい、あそれいいねそれやってみようみたいな感じで、はい、あのやってきたプロジェクトだなというふうに思っていて、うん、それのなんかあのベースというか、うん、もうその全てのアイディアの起点がここにあったかなというふうに思いますし、まあ、今もそう思ってるんですけど、ということでもう本当にあのここはサポーターズクラブということで、まあ、ほぼスタッフのような気持ちでね、そうです、はい、テクノロイドスタッフというような形であの皆さんとコミュニケーションを取らせていただいているということで、はい、改めて感謝の気持ちをですね、はい、表したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。塩に的にはどうですか、この、ね、声優、まあ、ほぼ初みたいなことで、はい、清役をやりながらのテクラブ、はいうんまあ、一時ねあのテクラブの方はなくてよくないですあの他の男たちに取られたんですけど、はいはい、一度ちょっと人気者たちに取られるっていう、はい、こともありましたけど、でも通じてね全然全然、はい、あの100回というところまで見守ったり、うん、参加したりしていて、いやもう本当にどん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 あの愛してくれてる人が広がってるのを感じますし、うん、やっぱり改めてこういうなんかあのまあなんて言うんですか、なんか僕はなんか他のコンテンツはあまりその知らなかったっていうのもありますけれども、こういう距離感でファンの人と交流するコンテンツに参加することは僕初めてだったので、うん、やっぱりなんかなかない経験がたくさんできてるし、それこそイベントで司会もやらせてもらったりとかっていうなんか新しい経験をさせてもらえたので、ねはい、司会も台本も書いてるもんね、はい、ちゃんと出演もしてるもんね。ズーム交流会じゃないけどあのズーム打ち合わせもしてますからね。そうですね一応台本の発注打ち合わせしてねやってますからね、はい、そういう意味でいろんなことを経験する場にもなってるってなってるし、どん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 あのテクノロイドと一緒に自分が成長していってるなっていう実感がとてもありますので、はい、改めて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。どん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 出ていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。なんかほら最近ツイッターのなんだっけ、うん、あのなんていうのあの声で喋るやつ、あスペーススペース、はい、とかねやってて、そうテクミンさんのアイコンの方とかが、はい参加してるの僕もちらっとね見たりとかしたんで、よく本当にあの皆さんテクノロイドから流れてきてくれる方ね、多いですし、なんかそういうのも、はい、なんかテクノロイド の, あのファンの人は、うん、その、ね、塩に限らず、はい、なんか声優さんのその別のなんか活動とかまで、うん、テクノロイドをきっかけになんか応援してくれたりとかね、めちゃめちゃ嬉しいです。すごい温かいなというふうに思いますよね、はい、うん、そう温かい本当に、うん、ねこうメインのこの20人アンドロイドの担当しているキャラクターの声優さんたちも、はい、多分すごいそういうのを口々に、ね、会うたびに言ってくれるんで、テクノロイドからあの自分の舞台に来てくれたんですよみたいな人とか、はいはい、そういうの報告もらったりするんで、うん、まあ、それはすごく僕としても嬉しいなというふうに思いますので、お父さん嬉しい、はいはい、お父さんとしては嬉しいということなんでですよね。本当になんか、まあ、これがきっかけでそれこそまあ、仕事の幅が広がっていったりとかっていうのもありますし、うん、そのスペース なんてものをまさか私がやるなんて思ってなかったですけど、うん、こうやって毎週メバスと一緒に話させてもらう機会をいただけたことからなんか話をするっていうことが楽しいなって思えるようになったっていうのもあるんで、うん、新しい自分をね本当に発見させてもらってますね。よかった、テクノロイド、ありがとうございます、はい、まあ、振り返ればですよ、よっす2月から始まって、はい、まあ最初は先ほど言ってた、うん、みかん箱パソコン1台パソコン1台時代ね。いやあれすごかったっすよね、マジでハウリングの嵐、うん、そしてマイクもないしエアですし、スタッフもねいないしという、そうですよ、衝撃ですよね、もう本当にやってましたね、うんうん、でね結構気づいたね、2月から始めてるのに、はい、もう2022年の4月から海斗くんの演奏会って始まってるんですよ、うん、すぐにじゃあもうあのよその男に手をつけ始めたわけです、ね、うん、よしやろうとよしやろうと、はい、だから2022年の4月から、はい、まあ、ほぼ丸2年弱ぐらいは本当定期的に毎月あの海斗くんには来ていただいて、そうです、ね、はい、演奏会をしてくれているということなので、うん、まあ、2年ということは23回分ぐらいは、いすごい、まあ、実質もっと歌ってるかもしれないけど、うんうんうん、23回ぐらいはあの、ね、軽音部として海斗くんが毎年
来てくれてるっていう感じでね、うん、はい、まあ、最初に聞いた時は本当にねめっちゃうまいみたいな、うん、ちょっとびっくりしてね、うん、でさらにこう圧もすごいし、そのアレンジもねなんかいろいろとやってたし、あ、懐かしの突然っていうねあの田中のいたずらでね、あの放送中に関係者に電話かけまくるっていう、電話かけまくるっていうマジ本当テレフォンショッキングって分かんない人もいるかもしれないですけど、あったんですよ昔そういうコーナーが、うん、マジでやってましたもんねこれ。今何やってます、あ、今お酒飲んでます、はい、あ、本当ですか、あ、あのこれ配信流れてるけどいいですかみたいな、あ、はーはーいみたいないきなりね、それでもなんかちゃんとねインタビューっぽく答えてくれて、うん、ね、皆さん対応力が、対応力が素晴らしい、はい、そういうのやってましたね、確かに懐かしいなで、2022年の、ね、10月ぐらいからですね、はい、あの声優ゲスト時代ということでですね、うんうんうん、あの一度あのこの辺からね怪しくなってきたのよ雲行きが、そう、はい、塩兄さんとはちょっと お別れをして、半年ぐらいでね捨てるって結構ねあの見切り早いからやっぱり、ね、これからだったんだねっていう、なんか一度ちょっとお別れして、はい、あの声優さん、いろんな声優さんにこういろいろ会いたいですよね、だっていっぱいいるからいっぱいいるから会おうと確かにいう感じでやっていく、はい、ゲスト会があって、うんうん、でいよいよ2023年の1月から、うん、テクノロジーのオーバーマインドの放送に合わせて、はい、これで水曜日のね、うん、あのこの時間、はい、この時間にの後にあのアニメやってたんで、はい、あのその前にやるというような時間帯で、うん、あのテク前の声優さんにね、はい、あのそれこそまあノックスの方も出ていただいたし、はい、ね、浜野さんにも出ていただいたし、はい、野瀬健さんにも出ていただいたし、はい、みたいな感じでね、あの田村睦美さんがね、うんうん、出ていただいたりとか、まあ、そういった感じであのテックマイ声優ゲスト時代というのがありました、はい、まあ、この時もちょっと塩兄さんはそうですね、この時もう完全にあの、まあ、枕を濡らしてる時期でしたよね、ちょっと遠い親戚ぐらいのね、うん、本当にあのやってんなぐらいの感じです、スケジュール見てあ、やってんねって、うん、なりましたですね。でそこからまあ今年去年の8月ぐらいからまあ大ローテーション時代に入りまして、はい、今のあのこの通常回と、はい、あと、演奏ね、海人くんの、はい、演奏の回と、うんうんうん、あとスタッフ会、はい、ね、スタッフ会とあとなんだ、声優会のね、はい、4種類がこう毎週毎週変わっていくというような形で、うん、まあ、やっていくというような、はい、まあ、今のローテーション制に変わったということで、いろいろと、ね、こう変化しながらもやってきたというような形でございますので、うん、歴史がありますね。ありますよ、はい、しかもほらテクイベも、ね、この間にもう5回も、いや5回もできてるんだ、はい、やってまして、いいペースじゃないですか、はいはい、皆さんと、ね、あの顔を合わせてやれてるなと、うん、いう感じ、闇にって感じです、闇に私のことかしら闇に別にね、全然テクイベも、テクイベはね5回とも多分出ていただいてる、そうです、うん、あ、スタッフ会毎度命が助かってます、あ、やっぱりね、皆さん中身のこと知りたいもん ね、貴重なね、あの裏話とか聞けますからね、はい、なるほど、そう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 、嬉しいと思いますね、はい、ね、テクイベなんかもね多分5回行って、うん、テクイベは全部出てますもんね、出てます、なんか前ボスが1回欠席したぐらいでなんか悲しく、はい、ちょっと流行りの病気にかかりました、ね、だからやっぱりそのあの時期でしょ、なんか俺のことをあのちょっとほっとらかしにしてた時期はやっぱりっバチなるんだって、だから本当にそう、うん、ルッカさんが司会をするそう私はあの配信からチャットを送るという、ね、はい、ね、はい、新しいパターンの参加の仕方をしてましたね、そう同じだったんですけど、まあ、5回ね、はい、迎えて定期的にこう、うん、ファンの皆さんともお会いできて、はい、ね、もうだんだんこうズーム交流会やってるから、あの顔知ってる人が目の前にいるっていう感じで、うん、だんだん知ってる人が増えていくのが嬉しくて、ね、いやそうですよ、はい、こちらの方ね、また継続的にちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひともお願いします、よろしくお願いします、やりましょうよ、ということでちょっと歴史も振り返ったところで、はい、今回も音声の一部は、YouTube の方で切り出しを行っております、はい、そして本日のオープニングの二重はあずきさんですね、ちょっと、はい、あのバレンタインらしい感じになってました、はい、エンディングの二重は M さんという形で、まあ、この、ね、写真部美術部二重にするというシステム、うん、これね4回目ぐらいから結構早かったですよね、はい、うん、やっててですね、ずっと続けておりますので、うん、ぜひあの引き続きね、あの皆さんから
いただけるとありがたいなというふうに思っております。ぜひお待ちしてますんでよろしくお願いしますというところで、はい、ちょっと前枠のソロテクの結果だけ発表します。はい、目標が 7.1 億のスコアを目指しましょうでした、うん、結果は 7.7 億達成。いやそりゃさ100回目 P ちゃんにして悲しいお知らせは悲しいよ。確かに、ね、でもこれがちょっとスコアしょぼくて、しょぼくて、まあ、やばかったんですけど、はい、よかったです。なのでまあ明日のお昼の12時以降にあの報酬が届きますので皆様お待ちください、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。はい、そして今後のピーちゃんのラインナップですね、はい、まあ今日は100回で区切り目ですけど、うん、次回から101回という新たなね、あの一歩目ですよ。101回目のはいプロポーズです。いや、はい、わかんないでしょ。僕は死にません。僕らは死にません。はい、はい、わかんないでしょ。わかんないでしょ。わかんない、わかんなくていいかなと思って、うん、調べてください。面白いですよ、はい、はい、名作でございますが、そう、ね、101回でも101回っていいですね。そうですよ、新たな一歩、本当に新たな一歩、すごいな。101回どなたが来てくれるんですか。101回目ですからね、はい、武田鉄矢さんが来るんじゃないですか。いや、来ない。そう、もうそこだけは言わなかったんだよ、頑張った、うん、言いたくなるところをみんな頑張って、あ、来ないんだよ、そこは。いや きついこと、あ、もうこれ、あ、やや後期、後期後期ね、後期ギリギリ、もちろん。さあ、100回目のね、はい、モノマネも出たところで、やばい、余計なことやった。ぜひ。ということで、あの101回目はですね、2月の28日、スタッフ会ということで、はい、ついに大御所ですよ。お、音響監督長崎幸雄さんが先生来ますよ。もう音響監督といえば、はい、誰がいると言われたら長崎幸雄と。テクノロジー以外の映画でね、僕はちょこっと出させてもらった作品の中でも長崎先生の作品2つほど僕出させてもらった。ちなみに僕はですね、アニメのプロデューサーとして、はい、初めて担当した、はい、あのプリティリズムっていうアニメがあったんですけど、はいはい、オーロラドリーム、プリティリズムオーロラドリーム、はい、これの音響監督が長崎さんだったんで、わお、あれね、2011年とかの放送の企画だったんで、ピーちゃんの新たな一歩とマイボスの第一歩は一緒だったわけですね。すごいな、13年前ぐらい、やば、まあ、実際はね、企画の段階から、まあ、放送前からアフレコとかやってるんで、はい、もうちょっと前からなんで、うん、まあ、以降ね、定期的にあの作品で音響をご一緒したりとかしてるのもあって、はい、あの長崎さんとはね、非常にゆかりが聞いても切れないというような感じもありますし、うんうんうん、でまあ、長崎さんがね、じゃあそのアニメのアフレコ現場でノックスたちをどのようにこうディレクションしたりとか、はい、はたまたどのようなあの音回りの工夫を凝らして、うん、ああいうサウンド回りになってるか、そんな話をちょっと長崎さんにじっくりとね聞きたいと思いますんで、あのちょっと、うん、僕も観覧しに来ていいですか。観覧お勉強しに来ていい、いいですよ、はい、いいですよお勉強しに来ていいですか。眼畜深い話が聞けると思います。いや、聞かそういうの一番なんか今の自分に必要な、ね、お話だと思いますし、うん、はい、ね、長崎さんはだからもともとそのレコード会社、まあ、僕もそうなんですけど、レコード会社、はい、出身の音響監督ということで、うん、まあ、やっぱ音楽ものにすごくお強い、なるほど、はい、こともあるので、うんうんうん、結構そういう作品をね たくさんやってらっしゃるので、はい、まあ、何かそういう作品で心がけてるコツとかね、うん、なんかそういうのも知れたらいいななんていうふうに思ってますので、うわ素晴らしい、はい、ちょっと聞いてみたいなというふうに思います、必見ですよ。101回目なかなかだって出てくれない方ですよね。確かに確かに確かに、はい、イベントとかでもねなかなかお呼びすることもできないし、はい、かつ厳しい方ですからね、お芝居とかに関しては、うん、生産とかにもね、こう怒っちゃったりするぐらいの時も、まあ、なんか時にはありますから、うん、はい、何回かちょっと耳にしてますねやばいなみたいな、俺じゃありませんようにと思いながら、そうそう、意外とそういうね、厳しさを持っていい品質にしようとしてくれてる方なので、うん、まあ、いろんな、ね、話聞けるんじゃないかなというふうに思いますよ。はい、3月はですね、お、そして3月6日はこれ歌唱会ということで、またカイト君とシオニットに担当してもらいます、はい、そして3月13日のスタッフ会、はい、こちらですね、うん、あのゲームテクユニの音響監督、はい、
野崎さんが来てくれるということで、はい、僕あの一番お世話になってる、まあそうだよね、先生なんで、そうだよね、観覧に来てもいいですか。いいですあの新年のご挨拶してないんで、いいですよ野崎さんはね、はい、野崎さんもこれまた珍しいね、はい、あのやっぱレコード会社から の、 あの音響監督の方でゴルフがお上手。あれじゃ、うん、お仲間ですか。お仲間。なるほど。そうなんですよ。はいはいはい。でね、多分日々ゲームの収録とかは、ね、うん、皆さんお世話になってると思いますので、はい、いつもお世話になってます。はい。はい、ぜひねその辺のじゃあ今月は長崎さんに聞いて、はい、来月は野崎さんに聞いて。いやすごい。どんなね同じキャラクターに対してどういう話が聞けるのかってちょっと楽しみですけどね。はい。ちょっと同じ質問とかしてみたいですよね。あ、いいですね。なんかそれはなんかそのクリエイターズファイルじゃないけど、うん、なんかその人によってどういう解釈なのかって知れたら、うんうん、面白いですね。ね、そんな感じでございます。はい。なんかね、野崎さんってめっちゃ優しいじゃない。めちゃくちゃ。で、明るいしさ、おしゃべり上手じゃない。激優しいですよ、本当に。でもそのね、昔のレコード会社時代の人知ってると、みんなめちゃめちゃ厳しい人だっていうのよ。めちゃめちゃ怖い人だっていうのよ。嘘でしょ。本当本当。二重人格のレベルですよ、それ多分。いや本当本当。だからすごい丸くなったと思いますよって言われるんだけど。え、あの本当に嘘なしでめちゃめちゃ優しいですよ。優しいよね。いや、もう、あ、塩口くん、おはよう。本当に。そう。本当そんな感じです。そうそうそう。まあその辺もね、ちょっと、どういう心変わりがあったのか。確かに、なんか。聞いてみたい。いいっすね、それ。はい。ぜひとも。そして3月の20日は声優会ということで、はい、ラナ役の杉林明人さんに久しぶりに来てくれるということで一緒にとね担当していただく形です、はい、よろしくお願いします、はい、そして27日がホーム会ということで、はい、塩兄田中でお送りしたいというふうに思いますので、はい、ね、ぜひ200回に向けて頑張っていきたいと思います。いやもう200回迎えられたら やばいことになってるでしょ、はい、それはもう、まあ、このペースでいけば、うん、あの2年後には200回そうっすね、いけると思います。いや、2年後ちょっといくつはい、いやいや、そんなの考えずにいきましょう、関係ないですね、はい、行きましょう、よろしくお願いします。ということで、はい、末永くテクラブの継続の入会のほどよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。そして今 YouTube でね、うん、全楽曲フルリレーっていうのやってますが、はい、いよいよ今月末2月の29日までとなってますので、ぜひまだURL 送りつけてない人がいらっしゃいましたらですね、うん、はい、いろんな人に布教活動あと1週間ぐらいですので、ね、うん、はいはい、ぜひお願いしたいなというふうに思います。ソロテクでも布教してくれましたって人何人かいらっしゃいましたので、はい、ぜひとも、ね、よろしくお願いします。お願いします。そして、ローソンプリントにて、うん、テクノロイドユニゾンハートみくじ、こちらの方も2月27日で販売が終了となりますので、あらあら、はい、ぜひまだくじ引いてない方、年も明けてないぞという形になりますのでね、はい、ぜひ年始め、もう年始めからだいぶ経ちましたけどね、なんと超大吉と大吉と吉しか出ないというですね、素晴らしいハッピーなおみくじになっておりますので、はい、ぜひ自信を持って引いていただければ、ぜひ悪いことは何もございませんので、何もない、ぜひ、ね、よろしくお願いします、お願いします、ということでございます。ということで一旦ここで前半戦は終了とさせていただきまして、はい、ここから会員限定の時間になりまして、ズーム交流会4連発という形でやっていただくので、はい、皆さんの声を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは後半でーす。こういうやつです。ズームデザイン中に、やるって慣れてなかったと思う。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。じゃあ行くよ。最初はグー、あちゃん、ジャン、おい。そんな感じありますね。うん。ダメだやっぱ。